うっす、皆さんこんばんは。コロボクロです。本日もディビジョン2楽しんでいきたいなと思います。やっていきましょう。で、本日はシーズン2で強化されたカタルシスと、あとハートブレイカーの方を持ってきました。うん、まあそれがね、まあ、結構今の環境に合った、まあ、ギア装備とエキゾチックじゃないかなっていう感じでいますね。はい。まあ、それなぜかっていうと、まあ大体今皆さん困っているのが多分中距離戦なんですよね。うん、中距離戦の反射する敵に随分ね皆さん困っていると思います。私も困っておりますね。はい。で、今回はその反射する敵対策、まあ、としてこのボーナスアーマーですよね。うん、まあ、反射されたダメージをこのボーナスアーマーで相殺して、まあ、戦っていくっていう感じですね。はい。で、カタルシスもなんですけど、カタルシスのあのバフですよね。あれも、この反射したダメージにも適用されるんで、まあ溜まっていくんですよ、バフが。うん、よいしょ。だから30発、まあ、バフ溜まると回復クラウドっていう、まあ、カタルシスの、まあ、回復がね、まあ、できるんで、まあ、もしもボーナスアーマーが全て削られてしまって、アーマーが削られたとしてもその回復クラウドで回復していくと、うん、でまた、敵を攻撃してボーナスアーマーを貯めていくっていう、まあ、感じで、戦っていく感じですね。はい。ちょっとできるだけわざとね、反射を食らっていきたいなと思います。まあ、こんな感じで回復クラウドがね、展開されるんで、うん、意外と回復しますからね。よいしょ。で、このエリートの敵とかだとやっぱ反射するダメージの方がでかくなってしまうんで、間違えた。それは注意ですね。だから紫とかベテランとか、じゃあベテランとか赤モブ、ぐらいなら相殺範囲で、まあ、敵を切ること、キルをすることできるんですけど、ちゃーっといた。まあエリートだと、そうですね、反射したダメージの方が大きくなってしまうんで、そこは注意が必要ですね。はい。でも赤モブ、紫モブぐらいなら全然ね中距離でやれるんで、まあそれなりにストレスなくやれるかなと、まあ楽しめるかなっていう感じですね。はい。よいしょ。またね、やっぱ強化来てくれたおかげで火力の方もね、出やすいのかなっていう感じはしますね。よいしょ。ああ、敵どっから来るか。よいしょ。で、武器の方はポリス M4 を持ってきました。ポリス M4 のタレントが、フラットラインでしたっけね。いつもスポッターとねフラットラインが逆転してしまうんで間違ってたら申し訳ない。まあフラットラインだと思う。
をつけてきました。はい、で今回まあ、少し強化、シーズン2で少し強化された何でしたっけ、P416、まあ、そちらの方を持ってこようかなと思ったんですけど、やっぱりまだ M4 の方が強いですね。あ、レートの方が M4 と一緒になったんですけどね、 P416850 かな、なったんですけど、命中率とか安定性とかを見るとやっぱポリス M4 の方がまだ軍配が上がるんで、まあ、今回は、まあ、M4 を持ってきましたね。はい、こんな感じですね。ああ、いい感じですね。まあ、回復してでボーナスアーマーで相殺していくとダメージを、よいしょ。だ結構反射する敵とか、まあ、気にせず戦えるかなっていう感じはしますね。だいぶ倒れなくなりましたね、これで。よいしょ。あ、回復、回復してますね、これ、これ。これは回復クラウドってやつですね。はい。で、ちなみに、ハートブレイカーは、ボディとバックパックにもつけてますね。はい。まあ、ボディにつけることによって、バフが50から100にたまるのと、で、バックの方が、ボーナスアーマーたまる量が、まあ、多くなるんで、そちら、バックパックにもハートブレイカー、つけてきました。これでなんとか相殺できるような感じですね。はい。まあ、チェスキャの、デビルズビューの、まあ、クラッチですかね。パーフェクトクラッチ。まあ、そちらの方も、まあ、考えたんですけど、まあ、使いやすさとしては、ハートブレイカーの方が、使いやすかったですね。すごい。このカタルシスのマスクをか、ね、表示してるんですけど、見るからに怪しいですね。よいしょ。痛い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 。どこだ。なんかセットボーナスとか、タレントとか、まあ、そんなを無駄なく使っているような感じがして、すげえお気に入りですね。いや楽しいですね。このマスクやべえ。さあ最終ステージやっていくぜ。ここ私ね、いつも上に登って、まあ、ここら辺から戦うって感じですね。いや、特殊な対策で、状態異常耐性のね、ビルドとかもまた、まあ、作りたいなと思ってるんですけど、よいしょ。こっちか。意外と反射する敵、今回出てこないな。まあこういう時に限ってね、まあまあまあ。おー、まだ来るか。どこだ。まあ、やっぱレートも850ぐらいあれば、100バフ100までたまるんですけど、まあ一応100ぐらいまではたまりそうかなって感じはしますね。まあ、この ACS 使ってね、一気にバフ貯めてもいいんですけど。
ナイス、早い。いや、十分火力出ますよね。うん、まあ、カタルシスも確か 1% から 1.5%、 まあ計 15% ぐらい上がったような気がしましたね、うん、確か。本当に反射する敵が今回現れない。おっとおっとおっと、あ、いい感じですね。これは遠すぎるか。あえて中距離で戦う。どうでしょうか。いやー、楽しい、面白いね。はい、まあこれでクリアかな。よっしゃー、無事クリアできました。アイテム回収して終わりたいなと思います。はい、ということで今回のビルドはこんな感じでやってきました。はい、うん、でシグネチャーがテクニシャンですね。はい、まあ、こちらいつも通りです。まあこれはこの M4 の、まあ、こちらですよね。このリンク済みのレーザーポインター、まあ、こちらを使いたかったんでこちら、テクニシャンの方にしました。はい、で武器の方はポリス M4 ですね。はい、マイスターは10まで上げてます。特性がカバー外のターゲットへのダメージ、でタレントの方がフラットラインでございます。あ、フラットライン合ってたね。はい。でハンドリングはこんな感じですね。で先ほど言った P416 とを比べると、これは こちらですね。はい、まあ、こんだけ命中率が違うんですね。まあ、ここは P416 の方がいいとしても、やっぱ命中率こんだけ変わるとちょっと厳しいかなっていう、まあ、感じはしたんで、まあ、今回ポリス M4 にしました。はい、まあ、かっこいいしね。はい。で今回カタルシスですね、こちらの方が、確かこの武器ダメージが 1.5、これが 1% から 1.5% 増加するようになって、まあ、最大だから、まあ、30% だったのが 45% かな、まで増えましたよと、だいぶ使いやすくなりましたね。まあもともと強かったけど、私は結構ビルドには取り入れてますね。でこのパーチが発動するっていうのも すごく良くて、でこの10秒間にわたり範囲内にいる味方の最大アーマーの 5% を回復する回復クラウドを出現させるということも、これもね結構、まあ、使いやすくて、まあ、いい感じで、回復していくんで、まあいいのかなと思います。で今回このハートブレーカーですね。はい、でこちらが確か 1%、武器ダメージが 1.1%、 これ 1% が、まあ、1.1% の、まあ、累積を追加するということになったということですね。まあ、どれぐらい強くなったかあんまりよくわからんけど、でボディの方がこの累積数が50から100になりますよと、まあ、10% かな、だからまあ元よりも 10% 増えましたよっていう感じですね。はい、で今回はバックパックもハートブレーカーを入れました。まあ、これ入れることによってハートストッパー、さっきのボーナスですよね、ボーナスアーマーが 1% から2倍、 2% になるということで、まあ、これのおかげで、まあ、中距離も戦えるかなって、まあ、反射する敵ともやり合えるのかなっていう感じで、はい、持ってきました。でやっぱりあのクリー率が足らないんで、まあ、チェスカはまあ入れましたね。はい、チェスカを入れてます。でこちらですね、これかな、
ムクイってやつですかね、はい。まあ、これ中距離で、中距離にいる敵を撃つと最大で累積100層が貯まる、まあ、層ごとに 0.5% クリ率を獲得しますよということで、まあ、こちらの方でもクリ率を、まあ、ちょっと確保してるっていう感じですね、はい。まあ、後のモッドは何でもよかったんですけど、まあ、適当にね入れてます。まあ、近距離だったり、あとこのマルチゾーンパシこれもいまいちよくわからんけど、まあ、とりあえず入れてますね、はい。でスキルの方は、まあ、いつも通りシールドと、まあ、事故った時のためのリバイバーハイブですね。でステータスの方がクリリス60のクリダメが105となっております。はい。いやどうでしょうか皆さんね、やっぱり反射する敵嫌ですよね。うん、私もできれば、まあ、戦いたくない、うん。しかもあの、まあ、距離を詰められるんならいいけど、詰められない時あるじゃないですか、距離を、まあ、離れたくても離れられない時とか、まあ、そういう時って、まあ、攻撃しづらいんですけど、まあ、ハートブレーカーね、バックパック入りのハートブレーカーならそれもまあ、できると思うんでね、まあ、ボディはハートブレーカーじゃなくてもいいかもしれないですけど、ぜひね、皆さんお持ちの方はね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、今回はここまでにしたいなと思います。また次回もよろしくお願いいたします。バイバイ。Thank you.